代表の只野彩香です。今日は、コメントの中からちょっと一つやっていきたいと思います。どんなコメントかっていうと、避けるのが苦手ですっていう方からのコメントでした。で、避けるのが苦手っていうのは、反応が遅れたりとか、体が動かなかったりっていうのいろいろあると思うんですけど、今日はじゃあ部分部分を動かす練習をしていきたいなと思います。で、まず、反応ができてもこういう体の動かし方だと全然こううまく下がれなかったりとか、うまく避けられなかったりするので、まずは全部の箇所をこう細かくずらせたり動かせたりっていう練習がすごく大事かなと思います。なんかボクシングとかでもね、よくこういう練習するじゃないですか。これすごく大事かなと思ってて、空手だと、あんまりこうしゃがんだりとかしなかったり、大人になると、マスターズだったりするとなかなかこうしゃがみながらこうやって移動とかって難しくなると思うんですけど、できた方がいいです。できないよりはできた方がいいので、練習すればできるようになります。なので少しずつやっていきましょう。で、まずはこの腰回りが固まってる人が多いので、腰回りしっかり動かします。お尻をグッと後ろに、で、お腹グッと前に出す。腰回りの動きを出します。これね、硬い方はゆっくりでいいです。ゆっくりでいいけど大きく回す。この時に呼吸止めないように、これはもう本当に日頃からやっていた方がいいので、今だけじゃなくて、この時だけじゃなくて、毎日の習慣にしてもらいたいです。暇さえあれば腰を回す、動かすっていうのはめちゃめちゃ大事です。あとは肩、まず手を横に広げて、で、この手を手先を引っ張られてるようなイメージ、手の先をぐーっと引っ張られてで、この時に体動かないよね。足、腰は止めておく。上半身だけ引っ張られる。これはどういうのに使えるかというと、構えてこういう動き、あとはフェイントするときにちょっとグッと前に出たりとか後ろに下がったりとか、こういう体勢ができるとこのまま足上げて蹴りができる。この体勢からこのまま動いたりとかができるので、まずはこの動かす練習をしましょう。で、これね、最初はめちゃめちゃ難しいと思います。よくわかんないなると思うんで、まっすぐこのまま動かす練習します。で、この時に注意してほしいことは呼吸止めないこと。はい、こんな感じでしっかり体を動かしていく練習を続けていくと、だんだん体が思うように動くので、それにプラス反応をつけていくといいかなと思います。反応の練習はまた別の動画で出したいと思います。今日は体をゆっくり少しずつ動かしてほぐしていくということが大事だよって話でした。では、バイバイ。